飛べ未来の新大生信州大学。もっと社会に貢献できる学部へ、もっと学生のことを考えた教育を。信州大学工学部は2016年春、物質化学科、電子情報システム工学科、水環境土木工学科、機械システム工学科、建築学科の新しい5学科に生まれ変わりました。2016年度のオープンキャンパスは7月23日に行われ、多くの高校生や中学生、その保護者などが長野市にある工学部キャンパスを訪れました。事前申し込み不要で、参加者が自由に入退場できるテーマパーク方式で行われ、それぞれの興味や目的に合わせ各イベントの時間をチェックし、参加者自身がプランを立ててキャンパス内を回ります。メイン会場では各学科のデモ展示が行われました。各学科の研究内容を展示・実演するこのコーナーでは、気軽に学科の特徴を知ることができます。水環境土木工学科は、水資源の健全循環システムの構築を目指す水環境と、道路、橋、トンネルなど社会基盤の整備・維持を管理する土木の2つの教育プログラムを提供します。デモ展示会場では、梅崎川村研究室が液状化の再現実験を行いました。梅崎川村研究室では、土砂災害、地滑り、地盤沈下などに対する防災・減災のために、土の強度や変形特性に関する基礎的な研究を行っています。マンホール下に埋め立ったマンホールは浮力によって上に上がりました。長野から日本の土木を変えましょう。受験生の皆さん待っています。物質化学科は、化学・ケミストリーを基礎とした教育研究を行う学科です。環境やエネルギー問題などに化学の力を還元します。先進材料工学、分子工学、バイオプロセス工学の3つの教育プログラムを提供します。会場では手島研究室と酒井研究室のデモ展示が行われました。物質化学科では、高校までの勉強ではわからないようなことがまで勉強できるので、そこが勉強してすごい面白いです。皆さんぜひ一緒に勉強しましょう。電子情報システム工学科は、入学定員170名の工学部で一番大きな学科です。より発展した未来の情報社会を構想・構築していくための、電気・電子・通信システム・情報システムの3つの教育プログラムを提供します。今回はそれぞれのプログラムから研究室のデモ展示が行われました。電子情報システム工学科では、多くの仲間たちと学ぶことで知見を広げ、より自分の可能性を高めることができます。信頼で待ってます。機械システム工学科は、環境機械プログラム、機械物理プログラム、精密知能機械プログラムの3つの教育プログラムを提供するとともに、他の大学とは一味違う研究を展開しています。デモ展示では、山崎研究室の生活支援・災害に対応できる知能ロボットが展示されました。
機械システム工学科はロボットやエネルギーのいったことを学べます。高校生のうちに身につけた数学や物理の知識は大学で大いに使うことができるので、たくさん今のうちに勉強して受験勉強頑張ってください。応援しています。建築学科は設計と施工の2つをベースに、建築学プログラムと工芸デザインプログラムの2つの教育プログラムを提供します。信州の特徴である豊かな自然の中で木材利用や民家の再生など信州の特性を生かし自然と共生する建築物を学びます。デモ展示会場では寺内研究室の建築模型が展示されました。建築は先輩後輩隔たりなく仲間と一緒に勉強を頑張りましょう。皆さんも一緒に模型を作りましょう。学科別イベント会場では学科を詳しく紹介するガイダンスや研究室見学ツアー、ミニ授業などが行われました。電子情報システム工学科のミニ授業では佐藤教授による電気エネルギー工学の講義が行われました。使う人間がドカーンと増えてきたらですね、一体どうするんだろうということ、これ誰でも当然考えることだろうと思います。また研究室見学ツアーでは実際に研究している学生が最先端の研究内容を来場者に分かりやすく説明しました。でどういう研究をしているかというと、こいつは微生物たちを注射器に変えて他の植物細胞とか動物細胞とか別の細胞に注射することでさっきの遺伝子が移って染色体組み換えを起こして、こういったアレルギー解消したりするやつとか抗生物質を作る生物を作り出していけると考えています。全体イベントでは学部入試ガイダンスや数学セミナーが開催されました。ちょっと面白いこと言って話題になってると思いますけども、といったことで知名度もちょっと上がってきてるかなと。また保護者向けガイダンスも開催され、授業料や学生生活、就職状況に関する説明があり、きめ細かい指導や就職に強いことなど信州大学工学部の特徴について熱心にメモを取る参加者の様子が見られました。語学科のどこに入るのかというのも今日どうか、夢を見つけていただければというふうに思います。現役女子大生や女性教授らと大学生活や受験の体験談などについて気軽に話ができる長野ガールズセミナーも開かれました。ちょっとかっこよかったのでそこに惹かれました。それと研究の方だったんですけど、ルビーの結晶を作ってるんだよとか、ルビーの結晶を使ってるんだよっていうふうに言われて、なんだそれはって思ってちょっと入りたくなりました。メイン会場である国際科学イノベーションセンターでは国家的なプロジェクトアクアイノベーション拠点として増水・水循環システムの最先端の研究が行われています。今年天皇皇后両陛下もご視察された2階の展示コーナーではその研究内容について詳しく知ることができます。今夢見る学生、研究者、技術者は信州に集っています。これからの社会にイノベーションを起こし続ける信州大学工学部、新しい歴史を刻む一歩を私たちと共に歩んでいきましょう。